これ持てる2人ですね。じゃあじゃんけんで先攻後攻決めてもらいましょう。先攻がエイジ行け、後攻が道化師。彼女はいません。はい、道化師いません。あら、嘘つくな。ね、エイジ行け、バーサス道化師、マイクチェック、ビートチェック願います。女の服の着方教える、先攻レイジケンバーサス高校凍結アーズルーマイ。まずはリクエストに応えて、俺たちで女の服の着方を全員にレクチャーしようか。そのことを備えてラブスキル一本で何やれるかを証明しようぜダーキー。いや久しぶりだな、そんなコミュニケーション。だが俺たちが動くのは頭の目視程度。そんな感じでまだまだ進んでいこうぜ。フル回転すぐ前目になれるようラブスキル見せてくれ。間違いないぜレイジケンさん、バトルするのは久しぶり。いや初めましてですね。ここから俺もどんどん上昇していく。さっきやべえ場所見たからケツ叩かれちまうぜ。俺が演技を受け、静岡のやり方レベルにしながらも、神奈川でも自分の居場所探しながらライブ OK 作りながら戦ってます。これが俺のスキル。いきなり成長させてもらうぜ。やばいバトル見たらちげえよ。自分が一番やべえバトルやってって言ってやれや。それぐらいの誇り持ってバトル MC、 あこか、その決意しかねえんじゃねえのお前は。本気でぶつかってるからこそ真面目なこと言ったってこれだけの声上げさせられんだよ。池袋の東京いてつくよ今日も。お前の風なんて俺の前には突きやしないぜ。オケオケ、いつからそんなにインフムようなスタイルになっちゃったんすか。違いますね先輩、間違いなくアンテを突き刺すような言葉が俺は好きだぜ。だからそんなってヘラヘラしないでください。これだけの会場、これだけの会場でもあんまり上がってませんでしたよ。バイセンだったらお手並み拝見、頭の回転お時間に書いた俺はデスノートの名前か。バチバチでしたね。じゃあ勝敗決めていきましょう。先攻レイジー KF ファンだと思う人、後攻同級生だと思う人、勝者レイジー KF。 大きな拍手。